あのガード、見た目以上に気持ち悪いわね。何か策はないかな。じゃないとただでさえお父さんは今の私の情報を持っているのに、このままだとまだ出していない貴重な技の選択肢をミスミス無駄にすることになる。せっか、なんとか父さんと距離を置けたな。あのカウンターにも速攻で対処するのは本当さすがだよ。主様、のんきなことを言ってる場合じゃないぞ。正直東野がやっている技術レベルは私の想定よりはるか上。主様が使えるのは、光線、光成、どちらも自身のオーラを調整することでなすことができている技術だ。だが東野が行っているのはそのさらに上の技術、光身。光身は自身のオーラを相手のオーラと同調させることで衝撃を緩和させたり、カウンターを容易にする守備に特化したオーラ技術だ。相手のオーラと同調、ということは光線を相手のを見て自分で自在に調整しているってことか。そうだ、光線はいわばオーラ技術の基礎、そこから光成や光身へと応用していくんだ。光身の対策はもちろんある、だがそれは。そうか、光強、俺がルナから聞いた技術、それが必要になるんだ。わかった、真似させないこと、父さんが調整できる範囲外のオーラを操る技術が必要になる。だけどそれはモノハの剣、相手にも刺さるけど、その代わり自分の首もひねる、あの父さん相手に短期決戦を仕掛けるってことだ。せっか、気づけよ、父さん相手にセオリー通りに挑んだら絶対に勝てないぞ。とりあえず私のやっていることはお父さんにとってはまだ常識の範囲内なんだ。ならお父さんが驚くようなことをすればいい。ビビってても仕方ない。ぶっか、俺はもう捨てただ心得はある。冗談の構えからの読みにくい斬撃、母さんの剣術だな。それには癖がある、肘だ、肘の一瞬の角度でどの方向から剣を振るのか。俺が一番母さんの剣術を受けてきた、石化がどれだけオリジナルを加えようが基礎は変わらない、基礎があっての技術だからな。基礎が変わると応用も変わる、そう簡単に変えれるものじゃないよな。片手が空いていたらもちろん警戒している、アランみたいな使い方もいるからな、体の至るところから生やしてくるまで想定している。くずそ、やっぱり見よう見まねだったり、誰かから教わった技術は意味がない。お父さんは多分それ以上のことまで想定してる。メリアさんには及ばないにしてもその読みはやっぱり世界最上クラス。私なら今の東野さんに勝てたか。今の東野さんは能力を使っていない。それは石化ちゃん相手に意味をなさないって知っているから。だけどもし相手が私なら状況が違う。能力を存分に使うでしょうし、能力で今よりもっと火力を高めてくるでしょう。より合いでは絶対に負けない。能力だって貫通させる自信はある。だけど一瞬の駆け引きの判断とタイミングで致命傷になり得ることも十分ある。勝負ごとに絶対は存在しません。今のあなたでも勝つ手段はある。その条件が難しいだけです。そもそも東野さんに勝てないと思っていたら私はあなたの言葉を誰ごとと言い捨て私自ら勝ちに行きました。譲ったのですからしっかり勝ってください。これも仕切り直せた。次は遠距離攻撃から戦略を。また仕切り直しか、構わないがお粗末すぎるんじゃないか、お父さんだから一回は見逃したが。痛いわね、娘がバカになったらどうすんのよ。それでも我が子として面倒見てやる、親バカらしいからな、俺は。結構よ、もう親離れしてんだから。そうだな、ならせいぜい迷惑かけないように抗え、大事に思うなら不幸にさせないように考えろ、俺に対して手の内隠す余裕がせっかりあるのか。不倫中爆。ほんの一瞬お父さんの身体能力がバカみたいに跳ね上がる。私ですら反応できないほどに。進化解放。身体ポテンシャルだけで挑むつもりなら私だって望むところよ。プロ、インフィニートプリミティブエスパーだ。やめてみろ、お母さんですら反動で隙を作ったんだ。武器も持ってないお父さんなら全部回避に徹するしかないでしょう。よく見ているんだな、光身の使い手の戦い方を。あいつが見ているのは目先の獲物じゃない、空間すべてのオーラの流れだ。それがわからないと画面の先のようになる。なんだよあれ、石化の技を。動きは必要最低限、目や感覚ではオーラを捉え、経験と知能で石化の攻撃を予測。さすがは石化の親だ、直感センスは石化と同等か。まさかこの攻撃の法則性に気づいてる。なるほど、技をただ出し続けるのもあっち。一瞬の駆け引きに持ち込まないと私の部が良くならないのは分かった。なんかの立ち。わかる、これはおとぎ。フィクリッシュ、速爆砲。読みやすい一手を得ための動きを一瞬でも遅らせてからの攻撃。これはメリアさんにも聞いた技。この時、父親は石化の放つ技が手に取るように分かっていた。それは石化が四季冬式を使う絶好のタイミングをあえて狙ってきたからだ。四
式トーヤも式冬式の使い手だった。故にトーヤにとって石化とはこの世界の誰よりも理解できる相手であった。俺も石化も冬式を捨てて新たな道を見つけ、強くなった者同士、使い方も考え方も、価値観も同じなんだな。俺と石化の共通点は似ている。まず冬式、これをサブウェポン程度にしか考えていない。お前が束縛表で一瞬の足止めをしてくることに意外性どころか価値観を感じたくらいだ。せっか、お前の進化は素晴らしい。だがその進化は不十分、弱くない、強さは十分だ、ただ未熟なだけだ。自動回復、発動してよかった。これがないとずっと私の顔面は陥没骨折していた。弱った、お父さんと実際に戦ってわかったけど、能力抜きにしたら完全に私の上位互換。原子支配でどうにかなると思ったのに、私の考える力程度ではお父さんを出し抜くことができない。せっかちゃん、わかりましたか。自分の価値観や知ってることだけを学んだ甘えの代償です。認めはしましたけど、せっかちゃんの欠点まで見逃したつもりはありません。そこは反省してください、身をもって。せっかも打たれ強いからな。それに特性で回復もできる。不屈の精神を持つせっかを屈服させるのは面倒だぞ、相手も。でも打開策がないと。ただの拷問だ。くそ、あの無数の剣を容易にかわす、ならゼロも意味をなさない、逆に何がつくんだろう。トーヤ、全然隙ないじゃん。放火はどうやってトーヤと戦ってたの。序盤は耐えるだけ、でも相手も私の手の内は分かってるから私の攻撃は避ける。あとは矛盾で駆け引きしながら蓄積していくんだけど、今思うと全部調整されていた気がするわ。調整？矛盾のデメリットなんだけど、盾の効果で守備力が上がるのはいいんだけど、その分調整が難しくなるの。守備力上がってるからね、矛盾で切り替えるとなったら判断が難しくなるよね。兄さんはいつも私が一番判断しにくいタイミングで仕掛けてきた。それは多分見えていたんでしょうね。私は月読み隊長や東野兄さんと肩を並べて三強なんて呼ばれてたけど、私はまだあの二人の世界にたどり着けなかった。だから仮面外さないでって。メリアさんとお父さん対策したのに。ここまで。心強い私の原始剣が棒切れに見えてしまう。それほど心もとない。メリアさん相手の時もそうだけど、本当の強者相手にすると自分が哀れに感じる。この感覚は嫌いだ、不愉快だ。だからその原因であるお父さんを一撃でも入れてその気にさせないと気が済まない。いや、どうせ攻めても対応されるなら守りで隙をつく。どうした、もう攻めないのか。ならこのまま沈める。その衝撃で頭も損傷。正面下から回避失敗、衝撃波で損傷。押されてる。勝てないのか。いや、学んでいる。トーヤを、自分に足りないものを明確にしようとしている。訓練中、私に向けてきた目と同じだ。間違いないだろう。石化が父さんの攻撃に対策を言い出せば勝機はあるのか。かなり可能性は低いがな。後進の存在を伝えてさえいれば多少は変わっていたと思うがな。石化の成長がどこまで相手に届くか、ここで専属新エースの真意を問われるだろうな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。